原神の進化は 5.0 まであんまり期待してない。原神で進化する要素ってこれ以上ある？なんかあるかな？私が原神で、もうずっと前から言ってるけど、原神で一番環境が変わったのは草元素の追加なんだよ。3.0 で。バージョン 3.0 で草元素追加されて、まあ、それが結構めっちゃ変わったこと。だいぶ環境変わりましたからね。で、それレベルで変わることってなんかあるかな？一つずっと言ってんのは、邪眼スキルですね。なんか邪眼をつけれるみたいな。今元素スキルと元素爆発で E と Q しか押せないけど、ここで新しくもう一個ね、この辺でもいいわ。この辺とかこの辺でもいいわ。新しくボタン1個増えて、邪眼スキル。邪眼の元素スキルみたいなのが使えるようになるのは、まあワンチャン面白そう。世界観的にどうなのっていうのはあるけど、まあ、よりアクション性は増すよね。で、ちょっとなんか弱いって言われてるキャラも、邪眼スキルで、めっちゃ強い邪眼スキル持ってるよとかで調整できるかもしれんし。まあ例えばなんか、レザーは雷元素キャラだけど、邪眼スキルで氷使えて単体で超電導できますよとか。ちょっと環境、やりすぎか。なんか、押せるスキルとかが増えるようにするのはね、結構いいことだと思うな。まあ、名調とかもね、なんかもう一個スキル、なんか使えるんですよ。恩返りみたいな。っていうのはちょっとあってもいいかな。まあ、邪眼じゃなくてもいいわ。最悪。なんか別のスキルみたいなのはあってもいいかもしれない。なんか全キャラクター、元素スキルとは別でなんか押せるボタン追加は期待してる。まあ、バージョン 5.0 の中で、それぐらいあってもいいかもしれんし、あともう一個なんかあったっけ？ずっと言ってんのは。なんか3凸とか5凸でさ、添付レベル最大15までってあるやん。でも実際15まで上げれないじゃん。添付レベル結局10が頭打ちで、王冠使って10じゃん。で、3凸5凸して13まで上げれるけど、15までは上げれないわけよ。じゃあ上限15ってなんなんって話やから。まあ、やっぱあれよね。突破上限解放でしょ。突破段階が新しくもう1段階追加されて、キャラレベル上限100解禁。かなー。でもこれやると、新規の人がちょっときつくなるんだよな。螺旋の敵もなんか、螺旋の敵、レベル120とかになっちゃいそうだし。まあ、いつか来るとは思うんだけどね。まあ、そうなるともっと超開花とかやばくなっちゃいそうだけど。上限15意味がわからん。いや、だからこういうことよ。キャラクターのレベルが今90だけど、まあ、どっか、まあ、大型アップデート来て、まあ、90レベルじゃなくて、キャラレベル上限100レベルになって、より HP、攻撃力、防御力上げれます。と、突破ステータスもさらに伸ばせます。で、添付レベルも、上限今10だけど、12までいけるようになって、12から3凸5凸でプラス3して15レベルまで上げられるってことじゃない？最大15レベルまでって。そういうことでしょ。そもそも90レベルが上限ってなんか気持ち悪いですからね。キャラクターレベルマックス90って気持ち悪くね。やるなら、ポケモンみたいにレベル100がマックスか、RPG だったら99か。まあ、99レベルか100レベルまで。少ない？まあ、ちょっと思うところかな。そう、でも、まあ、育成素材とかもっときつくなると思うから、まあ、ちょっと初心者の人が苦しくはなるかもしれんな。別にいいけどね。100の方がわかりやすい。99。まあ、なんかレベル上限解放ぐらいはちょっと大きいコンテンツになりそうだけど、それでも、なんか草元素の方が面白い。原神で一番面白かった変更はやっぱ草元素追加なんだよ。草元素が来てから原神マジでおもろくなったっていうのはある。だからなんかまあそうね、元素スキル、元素爆発と違って、新しく使えるスキル。まあ、邪眼スキルって言い方したけど、新しいスキルの解放と、キャラレベル上限100解放ぐらいかな。原神が進化するとしたら、なんか、もっと原神にも合いそうな他の要素とかあるかな。虚数属性ね。虚数属性、量子属性追加とか、原神が今後盛り上がるとしたら、メガ進化。セノメガ進化だっていうメガ進化な。でもやっぱ新しい要素ってのは盛り上がるからね。なんかつまんなくならない程度には、アクションゲーになりすぎない程度には、ちょっとひとひねり欲しいかもな。メガ進化でもいいし、Z 技でもいいし、ダイマックスでもいいし。正直フォンテーヌで、あんま原神のシステム変わったわけではないんだよな。パリ！あ！いいっすね。相手のモンスターが光ったタイミングで通常攻撃をタイミングよく入力できれば弾ける。パリーンっつって。いいね。あ、パリ欲しいな。よりアクション性になりますね。でもね、それむずいんよな。原神ってさ、スマホゲーなんよ。で、結構アクション性そんな求められてないのよ。それがつまんないって人もいれば、でもこんぐらいでちょうどいいよって人もいて、ね、私はね、多分日本人の人の大多数はね、原神ぐらいがちょうどいいと思ってる。でもこれがね、もし、いやもっとね、アクションバシバシで、なんかもう、相手が光ったらちゃんとパリして、なんかカウンター決めてみたいな、アクションバリバリゲームにしたら、ちょっとついていけんわとか、電車に乗りながらじゃ遊べないわみたいな、それ PC 用じゃねみたいな感じになってっちゃうから、それもどうなんだろうねって、原神の考え方と違う気もして、それなら CS やるわ。いや、そう。これならなんか PC とか、プレステ5とか、スマホでやるゲームじゃないよねって話やん。いや、これぐらいでいいと思うよね。いや、そうだからアクションバシバシにするのもちょっと違う。元素反応増やすとか、そういうのでいいかな。難しいな。ついこの間ね、名調っていう新しいオープンワールド RPG ゲームも出て、結構一回私配信したんですけど、アクション性に特化してんのよ。めっちゃおもろいんだけど、まあこれ原神やってってる層には受けないなとは思った。スマホでやってる人たちとかむずいよね。そこが一度そういうので変更しちゃったらもう戻せないしね。しかも慎重になっていいと思うな。新しい武器種どうだろう。もうタルタリア、双剣はタルタリアいるし、銃はさシュブルーズとかナビアとかクロリンデがいるし、カマは召使いがいるし、新しい武器出すぐらいなら既存のキャラのスキルでそういう風な演出するでいいと思う。いらないかな、無知新しい武器種無知追加。このなんかド M ゲーやん、原神、うん、二刀流もいるしね。二刀流って誰だ。アルハイゼンか。アルハイゼン二刀流だね。うん、ハサミ。チオリか。チオリはちょっと刀をハサミ代わりにしてるか。まあちょっとそこですね。うん、まあなんか新しい要素来てほしいけど、慎重になってくれてもいいのかな。ガンランス。それナビアや。ナビア、傘に銃仕込んであってガンブレラだよ。ほぼガンランスみたいなとこあるけど、人口多いから変にシステム増やすのもね。いや、そう。原神の良さがあるから、原神には。いや、私ってさ、結構原神バトル勢じゃん。バトル勢、キャラ倒すとか、このキャラ強いよとか、そういうの言う人じゃん。でも、まあ、原神って探索を楽しんでる人もいたら、ストーリーも楽しんでる人もいて、七星召喚ガチ勢、人活棒ガチ勢、で、コスプレイヤーさん、うん、考察勢の人いて、まあなんかうまいこと共存できてると思うんよ。そこでなんか変にアクション勢の人たちだけが求める調整するのもなんかあれ違うよねって思う。どうですか、このままでいっちゃいい。いや、もっとアクション、俺はもっと戦ってて気持ちいいアクションがやりてんだっつったら、こんな別ゲーでもええやみたいに返しがあるからさ原神でしか得られない養分はある。いや、そういうことなんですよね。いや、そう。なんかね、全レスゾーン0っていうね、ホヨバが新しく出すゲームのね、リリース日が決まったんだよね。これ全レスゾーン0、ホヨバの、あ、7月4日だ。もう出たわ。全レスゾーン0っていうホヨバの新作ゲームが出ます。崩壊サード、原神、崩壊サーレール、全レスゾーン0です。私、ベータテストはやったし、配信も一回やったけど、アクションは断然こっち。スマホちょっときついかもだけど。なんかもう原神はこのままでよくて、アクション楽しみたい人はもう全レスじゃね。まあ、アクション関係ないけどな。全レスおもろいマジ。早くリリース来ねえかな。全レスゾーン0はやりたい。アクション苦手だけど。そこは、じゃあ私がちょっとアクション苦手でも、戦えるキャラとか、戦える手法を紹介していくわ。任せろ。それこそ私の。CS あります。プレステ5版もね、出るって言ってた気がする。どうだったっけこれじゃね。7月4日に PlayStation 5にて正式リリース決定。よかったですね。プレステ5の人たち。全レスゾーン0、リリース日に同時に遊べます。おめでとう。よかったな。いやー、だからもう、原神とサーレールと、全レスゾーン0で、一生ホヨバゲー遊ぶことになっちゃった。なっちゃうよね、これも。他のゲームやれないよ、もう。忙しいよな。フリーナとアルハイゼンってどっち優先すべき？キャラ、無難なのはもう断然フリーナだと思う。持っといた方がいいっていうのは。アタッカーはどうしても、アルハイゼンみたいな草元素アタッカー今後出るともわからんし、まあ、草アタッカーって別に他にもティナリとかいるしさ。ただ、まあ、アタッカーの方がね、でもやっぱ触ってて楽しいんだよな。フリーナ強いけど、やることないんですよ。あんまり。スキル、ポーンって置いて、爆発使って、あとお留守番するだけなの。アタッカーがね、やっぱ触ってていっちゃん楽しい。だからまあ、アタッカー、まずは一人持っておくことが大事かな。初心者の人は、まあ、まず自分の使うメインアタッカーを一人押さえておくのがいいかなって思うね。お前、私と勝負や。ペロ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 。あー、いいねー。いいよー。おかしい。バイバイ。